こんにちは、ゆっくりリブルです。こんにちは、そしてこんばんは、ミスティです。スズメさんかわいい。今回、背景は鳥さんずですかね。サブテーマは、生物の主体性、行動、遺伝子、と進化？難しそうね。専門的な内容でなく、そもそもの話のようだよ。残念ながら我が昆虫族だと、個体の主体性はわかりにくいけど。西洋では鼻からあると思っていない人が多いようね。鳥ならば、ガチガチの機械論者でなければ、感情や知能なんかは備わっているように見えるよね。ミヤマガラスは、こういう状況でコップに石を入れ、水位を上げて皿の上の餌を食べるらしい。え、どういうこと？どういう仕組み？あ、ごめん、ミスティには難しかったかな？何よー。本能っていう便利な言葉が、何が遺伝的な形質で、何がその動物の感情や主体性なのかわかりにくくしているけど。多分、今のカラスの例は本能や反射ではなく、思考能力的なものなんでないだろうか。私たちだって考えているのよ。四十からが文法を持ち、禁煙しともコミュ力があったりと、生きるための知恵が必要なのよね。昆虫の行動はかなり遺伝的に縛られているところが多く、その種の習性として決められたルール以外のことは、あまりやらないように思えるけども。でも、置かれている環境に対する、快不快は感じているようにも思える。ああ、そういう虫たちにも植物にも、情というのがあるんだね。ああ、岡木義役の。ご無沙汰しています。ご無沙汰です。は。だそう、旗手。名前忘れてて思い出すと連呼したくなる衝動。ごめん。生命を語れる数学者として何度も登場していただいております。その専属俳優です。近頃、生命とは何かがようやく分かってきたように思う。生命とは何か、生命はどこにあるかと人は探しているが、生命という言葉はあっても、その意味を本当には知らない。私がそうであった。という書き出しで始まる、生命というエッセイに、岡木義氏の生命感が端的に述べられている。近代科学で扱う物質的な現象を指すのではなく、四次元時空間を超えた世界に生命があるという。いや、生命の世界の中に時空があるんですね。あまねく世界に満ちているメロディのようなんです。どうすればそれがわかるんですか？わかる、としか言いようがない。もう？命、というエッセイもあるけど、そちらには、情緒をきれいにすることです、とあるね。自我意識から生まれる無明が情緒を濁らせるので、濁らないように注意しないといけないね。そうするとね、自然が生きていることがわかる。もう文部科学省の管轄外だね。するとね、春の野を見てごらんなさい。花が咲いて、蝶が舞っているでしょう。どうして蝶が花のあることがわかって、そこへ来て舞うのでしょうか。はい。早かったのはミスティ君。花の蜜の揮発成分を蝶の触覚が受容するから。あれ？視覚なの？それらは科学的には丸なんだけど。蝶には花の情緒がわかるから。はい、正解。わかんないわよ。そう怒ったり恨んだりすると、情緒が濁るのよね。ご親切にどうも。花が咲くのは、花が咲くという心、情緒が形になったんであり、それに蝶が反応しているんですね。蝶は花を見て、懐かしさと喜びに満ち溢れるのです。わかりみが深い。リブルは蛍の妖怪だったっけ？妖怪じゃないよ。はい、怒らない。時空間を超えているので、どんなに離れていても分かり合うのです。その生き物同士の交信は、人間にも、耳を澄ませば、それが分かったとき、生物の主体性や行動は、時空内の身体や本能や遺伝子とは別の動機によるものだと分かるんだね。ははーん、生物にも精神の奥の情に由来する行動があるから、神経や遺伝子の変異に左右されない行動があると。この遺伝子と行動の関係って、分かっているようで曖昧なままなんでないだろうか。確かに植物の形態の変異などは、変異子とや性子とを比べて、この塩基配列の違いが原因という特定はできるだろう。でも一体、生物の行動のどこまでが、遺伝子に制御されているんだろうか。ああ、今あいでいいよ。ほーんとーのあ、こんなとこにメジロちゃんがいたのね。本当だ。かわいい。正面の子泣いているんですけど。あ、もみじ、また来たの？動物の行動ってばよ、ローレンツとかの最初の頃から、すり込みとか、ひなが最初に見た動くものを親とみなすやつね。とか、ひなが親のくちばしをつつく鍵刺激とか単純でわかりやすく、生物が機械であるという理解を助けたのよ。動物の複雑で主体的に応答していそうな行動も、仕組まれたプログラムに乗っ取っていて、それらは遺伝子に組み込まれているというのが、次第に主導的になったのだよ。所詮飯、風呂、寝るに従うだけのマシンなのさ、セリフ省略しないでよ。ほれ？ワンワン。なるほど。よくじゃないわよ、視聴者サービスよ。確かに、遺伝子のプログラムや器官の形態、個体の身体構造によって、行動が制限されている面はあるけれども、生命活動にも、精神の奥から来るものと、物質的なものとの間に階層があるならば、すべて遺伝子に書き込まれていると考えなくてもよいね。これは人間の心の構造だけど、このあたりの工事の意識は、もう遺伝子レベルの制御や身体に従うことはない。
動物にも定義ではあっても意識活動はあって、それは現代生物学の範囲を超えているのね。一昔前の生物学者は、遺伝子至上主義で染まっていたことはあったんだけどね。染まって、おゆうしょくー。でも、生命の場に生物たちの行動の動機があるとすれば、遺伝子全能思考、ひいては遺伝子の変異を進化の由来とする進化論は、前提が崩れてくるんでないかな。ここは踏みとどまらなくては。しかし、プラトンの洞窟の比喩でもいいけども、生命の本質は世界に満ちているものなんだ。生命の本質があって、それを伝えるエーテルのようなものが世界に満ちていて、そして目に見える生物身体があるとする。ここで遺伝子の変異とは、この場合ブラウン管。ブラウン管って？液晶が一部故障したことで例えられる。この画面の映りが悪いのは、遺伝子に変異が起きて行動に変化が起きたようにも見える。しかし、実際はアウトプット末端部分の変異であって、本質はどこにも変化がない場合がある。これ、何の例えだったんだっけ？遺伝子の変異で行動に影響が出たからといって、その遺伝子が行動を司っているとは言えない。神経系や筋肉などが異常になって、思うように動かせなかったり情報処理できなかったりということね。で、菜の花を訪れる働き蜂なんかも、懐かしさと喜びに満ち溢れ、個体が子孫を残さなくても十分幸福を享受できるよう、作られているように感じられるけど、肉体の目で見れば、女王蜂にしごかれているように見えるのでしょうよ。聖書の影響もあってか、西洋人には蜜を集めるレイバーにしか見えないのかも。肉体を主人公だと見てしまうと、そういう発想になってしまうのね。だからドーキンスが遺伝子が主人公と言っているでしょ？なぜこういう利他行動が進化したのかという疑問からして、西洋人の偏見なのかもしれない。蜜蜂は、理事即利他の幸福の中に生きているのかもしれない。ふん、証明できないことを。親鳥が、ヒナのために一生懸命餌を運んだり、天敵からヒナを守ったり、餌の取り方を若鳥に教えたりするのも、雨上がりに鳴くのも、ヒナが見えなくなって鳴くのも、たまに遊んだりするのも、蝶のような気がしてきた。それはそうでしょうよ。人とチンパンジーとの遺伝子の塩基配列が、2% ぐらいしか違わないという結果があるが、人とチンパンジーの社会や行動には、到底比較にならない大きな差異がある。生物の思考や行動の比較を論じるときには、遺伝子は、その程度の低い精度の素材でしかないということね。まあ、ゾウリムシの走行性から、鳥の営巣行動、人間の創造活動まで、遺伝子の依存度に濃淡はあるだろうけどね。だから、主体性、行動、遺伝子、の関係性を、洗い直さないといけないのね。あら7分過ぎてる。話を整理してまとめよう。遺伝子や肉体に縛られない情という、行動に影響を与えるものが確かにあり、それが感じ取れるようになる道もあるということを、私は伝えに来たのね。ではあとよろしくね。お疲れさ。ただ、生き物たちの情に通じるようなことがあっても、それは悟りでもすごいことでも何でもなく、幼子のような心であるんであって、寿命が来て向こうに行ったら、誰でも取り戻せる感覚なんだけどね。お疲れさ。でも、現代教育を受けて育ったら、それを弾く思想を知らず知らず叩き込まれているので、そういう先入権を自力で外さないと、私の、情、のような考えは、無意識には反発したくなるように思えるのね。教育って大事だねー。ありがとうございます。心理学が、精神的に障害がある症例の解析から始まったように、行動学も、刺激とか刷り込みとか分かりやすい領域から始まっている。でもそれだと健常者の心理を十分把握できないように、複雑な思考や行動を単純な回路で機能してしまうことになる。それから子殺しとか浮気とかの行動を、すべて遺伝子決定論で説明することが流行った時代があり、なんとなくそういう行動も、進化理論によってその生物に備わったかのようなストーリーが敷かれていたけど、そもそも前提が曖昧だったのよね。どういった欲求や行動が遺伝子に由来し、何がそれ以外のものか吟味する必要があるんでないかな。そうでないと行動の進化を論じることは、できないでしょうね。先ほど蜂の放火の話が出てたけど、現在、植物の種類の約9割が、いわゆる花を咲かせる仲間の被子植物だ。ふむふむ。その被子植物のうち、さらに9割が、種の存続を多種に依存し、動物による受粉を必要としている。うむうむ。で、そのうちのパートナーの9割以上を、昆虫が担っているのだね。ティアラクシエクスプレス、考えていないよ。植物はその大繁栄を多種の昆虫にほぼ依存しているんだよ。聞いてた？驚きよね。それって、相当確固たる関係性がなければ、成り立たないと思うのね。きっと、やはり精神の奥の、情、による結びつきによって、植物と昆虫とが喜びで満たされる関係性がないと、存続していかないのでないだろうか。科学的には、情報化学物質の受容や視覚の応答で、説明されるんだろうけども、その根源の関係性がなければ、植物も昆虫も繁栄できなかったのでないだろうか。糖蜜とか、植物が無報酬で放火させる騙しの話題は、個体主義に合うから面白く取り上げられるけど、そもそも受粉、放火という生命根幹の生態の奥にある、植物、昆虫相互の関係性の奥の、
遺伝子に書かれていない契約について解き明かさないと、進化も論じられないと。いうことが今回のまとめになるだろうか。行動というのは、もちろん身体の神経系、筋肉系、骨格系などの器官系に依存するものだけど、思考の方はそれらからかなり自由なものだね。だけど、情緒の濁りを澄んだものとし、自らの心が、個人の身体的なものから発したものか、普遍的な精神からのものか、注意してよく見定めるといった習慣がない人には、今回の内容はわかりにくいものだったかもしれないね。はい、いつものことです。何ですと。では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。